プルートネットワークのプルート向井と申します。皆さんは映画館で泣いたことはありますでしょうか？僕はおえつを吐くほど泣いたことがあります。はい、ということでですね、はい、今回はですね、ちょっと雑談みたいな感じになっちゃうんですけど、僕が映画館で泣いた作品ということでですね、皆様の、お話もコメント欄とかで聞きたいなと思うんですけど、僭越ながら僕の泣いた話を聞いていただければなと思います。はい、僕がですね、まず最初に泣いた作品はですね、小さい頃だったんですけど、初泣き作品はモンスターズインクです。はい、モンスターズインク泣きましたね。あのですね、最後のシーンですよ。タリーとブーが別れるシーンですよ。あの、ニャンニャンっていうシーン。あの、ニャンニャンっていうシーンが。なんか、あの、ニャンニャン、ブー、もうダメなんだよ。帰らないと、みたいな。あの、サリーの、石塚さんだったんですよね、声優さん。それで、モンスターズインクがすごい人気だったんですよ。それで、僕、映画館の一番前の席で、上を見上げながら、子供ながら見てて、上を見ながら泣くっていう。あ、もう、いい作品だったんで、あれが僕の初泣きでしたね。そしてですね、次泣いたのがですね、こっから僕はですね、映画館では泣いちゃいけないっていう、ジンクスみたいのができるんですよね。そして、プルートを迎えはですね、自宅で泣くっていうことをですね、学ぶんですよ。はい。映画館で泣けないんであれば、自宅で泣けばいいじゃないかと。一人で見れるんだから、うちで見ればいいじゃないかと。と考えたわけですね。そこでですね、もうね、ですね、泣きましたよ。泣いた作品がですね、はい。私の頭の中の消しゴム。まあもうこれ泣ける。もう泣ける。もう、ほんと泣いちゃう。あのですね、韓国人の俳優さんたちって演技めっちゃ上手くないですか？あのですね、僕、見えてる作品なんですけど、韓国の俳優さんって、二つに分かれるんですよ。超ナチュラル派と、あとはもうめっちゃバカげてる。例えば、こう、鉛筆がポンって打って、とかやるような感じの俳優さんと、両極端というか、まあ、作品によって違うんですかね。その役者さんの演技スタイルっていうのが。これ今も思い出しただけでこう、うるっと来ちゃうんですけどね。どんどんやっぱり相手のことを忘れちゃうわけじゃないですか。その、両方の気持ちがわかるんですよね。こうやっぱり大人になってくるというか、いろいろ経験してくると。その彼女も忘れたくないのに忘れてしまうっていう、自分の素敵な思い出、彼氏との素敵な思い出がなくなってしまうっていうのと、あとは男性の方もヒロインの方が亡くなっていく姿を見るのが辛いっていう、両方で泣けちゃうっていう、感情移入して見るっていう作品ってやっぱりこうどっちかなんですよね。まあ男なんで僕。男側でこう見るのがあるんですけど、女性側を視点にして泣けるっていう作品は、珍しいかなって思います。ごめんなさい。この後の話も多分女性がメインになってきちゃうんですけど、とにかくですね、どんどんこのヒロインの方が記憶を忘れてしまう、それに立ち向かう男性、彼氏さんっていうシチュエーションは本当にこう心を打たれるものがありますね。最後のシーン、手紙を書くんですよね。手紙を。はい。ということでですね、おえつを吐くほど泣いたことがあります。はい。それがですね、こちらです。湯を沸かすほどの熱い愛。はい。こちらの作品見たんですよ、映画館で。もうですね、笑われ者ですよ、笑われ者。本当にもうですね、この映画ですね、僕の見た映画館ではカップルばっかだったんですよ。で、僕一人で見たんですね。もう本当にこうお涙頂戴のシーンがトン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 来るんですよ。
これもう見てない人、Amazon プライムで多分今無料で出てると思うんで、もしよろしければ見てください。本当に泣きますよ。ですね、まあ評判からすると僕もですね、ちょっと非現実的なところがあるかなっていうところはあるんですけど、それでもやっぱりお涙頂戴がうまいんですよ。そしてですね、小田切丈さんのこの演技、本当に泣けるんですよ。こう話はこう後半の方に据えていって、まあ小田切丈さんが宮沢りえさんを励ますために、こうなんかまあ人間ピラミッドみたいのをこうみんなとやるんですよ。もうこれめっちゃはしょってんで、こいつ何話すの意味わかんねえよってなるかもしれないんですけど、僕のおえつポイントです。おえつポイントです。ここでですね、僕はですねってなるんですよ。もう周りの人から何なのみたいな、ここ映画館でそれ言っちゃダメだろみたいな、マジやばくね、やばくね、超やばくね、えらいの、ちょっと面白いんだけどみたいな。でですよ、これ見終わった後ですよ、もう僕もう目腫れちゃって真っ赤っかになっちゃって、もうわけわかんなくなっちゃって、もうずっとスタッフロールが終わっても泣きっぱなしだったんですよみたいなみたいな。もうそしたらもう横の人とか前の人たちとかがもうケラ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 笑って、男が一人で泣くかよ、泣くんだよ、泣くんだよ。あの作品は泣かなきゃいけない、泣かなきゃいけない作品なんだと思いましたよ僕は。はい、僕はですね、僕はもう泣くことはこう、もう僕は映画館で泣くことは恥じりません。本当に皆さんも映画館で泣いてください。僕は受け止めます。周りの人も分かんないかもしれないですけど、僕は今見てるあなた、僕は映画館で隣で泣いてたとしても、僕は素晴らしい感受性を持った方なんだなと、おえつを吐くほど泣いていいんだよって思います。はい、皆様もそういう心で映画を見ていただきたいなと思います。これ何の動画ですか、これこれ何の動画ですか、本当に。はい、ということでですね、僕が泣いた作品、映画館で泣いた作品ということでですね、皆様のおえつエピソード、まあ おえつまでとはいかないですよ、泣いたことがある作品あるよっていうのがあれば、こうコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ポロンでもいいです。ポロンって、いい作品、心洗われたなっていう作品でもいいので、ぜひコメント欄に書いていただければなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。映画で泣くって素晴らしい。